SS クラス2グループの予選です。それではスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションはこのグループタイムトライアルトップタイムを叩き出しました55秒329でした。サンズクリエイトレーシングから石川圭司、カートはというと元トニカートレーシングチームジャパンから全日本スーパー KF のチャンピオンでもあります。去年は KT チャンプにも参戦してくれました石川圭司選手がポールからのスタートということになります。2番手以降をコンマ2秒引き離してのタイムということになりました。セカンドグリッドはカーナンバー18チーム長尾大阪鶴見法律事務所から岸秀幸、2列目の3番グリッドカーナンバー3モアコラージュトレンタクワトロ鈴鹿野崎弘樹、4番グリッドは副部屋現れましたノリノリクラブティグレからノリゾウ、5番グリッドカーナンバー7乗り物クラブティグレから吉田弘樹、6番グリッドですカーナンバー42番レーシングチームヒストリーから伊藤秀彦、7番グリッドカーナンバー66エクズクラブ奥野康政、8番グリッドはカーナンバー96番 SL 玉田レーシングチームチーム凡人から大野博、9番グリッドはカーナンバー20番エカートガレージクラッシュメイトから天根健一、10番グリッドカーナンバー28番ブラーボレーシングからプロストのカラーリングになっていますよ三藤則良、11番グリッドカーナンバー9樋口レーシングチームから湯上圭司、12番グリッドカーナンバー90サーティーズレーシングから竹中則之、13番グリッド13番原田カートクラブ with 上村工房松村元明、14番グリッドラムレーシング with モンキーレンチから山本克幸、15番グリッド8番原田カートクラブから長谷川家、16番グリッド95番トリノリクラブティグレから中尾幸也、17番グリッド10番です ET ロー&グレンブルーから安藤直人、18番グリッド71番アッシュマルシンアルティクマから田橋信幸、19番グリッド12番です原田カートクラブから沢口沖友、20番グリッド19番 RS 中土から高橋雅也です。1グループも戦いを見せてくれました乗り物クラブのメンバーたち。さあこの第2グループの方はですね ET ドライバーの石川圭司選手もいれば吉田弘樹選手もいます。先ほどのタイムトライアルはというとこの2人の対決は石川圭司選手がタイムトライアルトップでしたので石川選手が勝ったということになるわけなんですが、この2人は第2戦の富士スピードウェイの GT の時に負けた方がカッパチを欠かせられるというそんな試みもあるそうです。そんなスーパー SS クラスの第2グループ予選ヒートです。フロントローは石川圭司そして岸秀幸です。どんなスタートになってくるんでしょうか。隊列は今ゆっくりとレッドラインを通過、隊列復帰区間をクリアしています。ゆっくりとしたローリング。2024年鈴鹿選手権シリーズ第2戦カートレースイン鈴鹿スーパー SS クラス2グループ予選ヒート立ち上がってきます。そしてスタートが切られました。うわ、少し上位陣の方はばらけたような状態で今スタートが切られていきました。トップ石川が逃げる形になっています。2番手には岸、トップと2番手との間に早くも間隔が空いていますし、2番手の岸、そして3番手以降はここは数珠つなぎになりつつはあるんですけれども、どうでしょう。先頭は石川です。2番手には岸、3番手には野崎がつけていまして、その後ろピタッとつけていますのが GT ドライバー吉田弘樹です。下り 25R、 そしてその後ろは3台の戦い、ここは面白い戦いになりそうなんですが、スターティンググリッドから順位を落としてしまったのがノリゾーなんですよね。現在は5番手の位置となっています。ノリゾースターティンググリッドは4番手でした。現在は6番手にドロップさせていきます。さあそしてこのオープニング最終コーナー飛び込んできたのは吉田弘樹、3番手にポジションをアップさせていきます。吉田弘樹が順位を1つ上げていきました。その後ろに野崎弘樹、そして鈴つなぎになっていました。
のは5番手以降ですね、伊藤秀彦、奥野康政、そして野木戸、その後ろには松村元明がいまして、野目家に3頭のリュースとつけています。トップの石川圭司は逃げていまして、現在ファーステスも記録しています。2番手争いの方がこの後は始まってくるかなというように予測をするんですが、現在騎士の後ろには吉田がつけ、その後ろには野崎ひろきがつけているという3体の戦いなんですが、さあヘアピンでは吉田ひろきが入ってきました。岸秀幸を捉えていきます。クロスを取るよりも後ろからですね、そのクロスのラインのところにスッと入っていったのが野崎なんです。さすがです。野崎もこれも吉田の仕掛けについていったような形になりますが、最終コーナーこれで岸秀幸が飛び込んでいきます。2台がちょっと失速をしたその隙に上がってきたのは伊藤秀彦だ。さあ横並びになりました。横並びになって三番手争い1コーナーへと入っていきます。伊藤もポジションをキープできるかというところです。伊藤秀彦これで4番手という形になったか。騎士はなんとか、あーっと2コーナー先でスピンを切って、そしてダートに行ってしまいました。ノリゾーでしょう、このカラーリングは。さあこれでポジションを回復させたいんですが、今は対抗日前ドロップをしてしまいました。ノリゾーです。残念。タイムトライアルはグループ4番手でした。ノリゾーです。じゃあこれで今ファステスを記録していますのが松村元明なんですね。現在松村は8番手の位置につけていまして、あの大集団のヘアピンの中にいる、ヘアピン立ち上がってくる中にいるんですよね、松村元明なんですが、ポジションこれで2番手ぐらいまで上がれるかどうかというところもありますよね。現在はファステスを記録しています。タイムの方は55秒910です。トップを行きますのは石川圭司、後ろを1秒も引き離しています。まだ残り周回7周あるのでわからないんですけれども、石川圭司今2番手で一生懸命追っています。吉田博樹とのタイム差を見てみましても、吉田と互角でありますので、このあたりは無理をしなくてもいいかなというような状態にもなっています。2番手吉田博樹も独走です。3番手争いがKT らしいバトルが繰り広げられているというところです。現在3番手には今下り25あると向かっていますけれども、奥野康政がみるみる上がってきているんですよね。奥野康政がスターティンググリッド7番手からのスタートということになりまして、現在は3番手に入ってきています。奥野が3番手、あのチャンピオンを獲得したことのある野崎を捉えて現在3番手奥野です。さあそして野崎のインサイド入っていきました。騎士が最終コーナー飛び込みますが、クロスラインを通ってまた野崎とサイドバイサイドになっています。しかしこのカーナンバー18番の騎士のインサイド入っていこうとしましたのが伊藤秀彦、1コーナーで伊藤が入ります。騎士は2コーナーがイン側になります。立ち上がってきますが、伊藤の方が速度を上回っているということなんですが、後ろからですね、インバーバックストレートエンドのところでも入ろうと試みているドライバーもいるわけで、さあここがごちゃごちゃといういいバトルになっています。 S 字から立ち上がってきますが、この大バトルになっている中で1台がまた抜け出しました。トップの石川、2番手の吉田、そして3番手の奥野がこの大バトルから抜け出していましてですね、現在トップ3は独走状態。4番手争いが今6台の戦いになっています。この集団の先頭に立っていったのがヒストリーから参戦の伊藤秀彦、その後ろにはブロックのカラーリングの3頭の粒子、その後ろに野崎輝がいて、その後ろに岸秀幸、その後ろの2台なんですが、宇野目啓司ともう1台松村元明、先ほどファステスを取っていたドライバーです。でそして残り周回5周となりました。その中で今ボーダーライン上なんですけれども、長谷川圭と安藤直人っていうこのかなりの接戦になっていますね。その2台の差が今コンマ3秒となっているわけですので、今3コーナーから立ち上がってくるあの集団の中に、中にボーダーラインがあるわけですよね。今下り 25R へと向かってヘアピンと向かっています。長谷川圭が今14番手だから、この集団の4台今いますけれども、赤のカラーリングの長谷川圭、この4台がいる今試験会とこの4台、この4台の先頭であれば14番手、そのままのリザルトであればセカンドチャンスピードに行く必要がないよということになるわけです。さあ残り周回4周です。残り周回4周、現在先頭は石川圭司。タイムを見てみると今トップを走ります石川圭司選手のこのタイム差がない、もうずっと56秒0で走っているという、
この集中力すさまじいっていう話が今タワーの中でも巻き起こっています。後ろのとの差を1秒5だったところから今1秒6へと広げていったということなんですね。2番手には吉田弘樹、そして3番手にはこの奥野康政、それぞれトップ3の方は独走です。4番手争いの大バトルの方なんですけれども、こちらもですね、今は伊藤秀彦がいて、その後ろには3頭がいて、岸秀幸、そして野崎弘樹、宇野目刑事、松村元明までのこの集団となっています。残り周回3周になりました。そしてこの4番手集団の中の一番後ろにいました松村が再びファステストを叩き出しました。タイムは55秒870です。一つでもポジションを上げたいというところで必死になっています松村元明です。現在は9番手の位置、残り周回2周半です。先頭を行きます石川圭司、2つ前の周回でも56秒0ですね。いやこれさすがプロといったところを見せてくれています。2番手吉田弘樹、その差それでも吉田諦めていなくて1秒5にその差を縮めてきているんですよね。そして3番手には奥野康政、4番手争いの方のこの6台の戦い、最後はどんな結束を迎えてくるのでしょうか。ボーダーライン上の戦いはというと、先ほどは長谷川圭がという話をしていましたけれども、現在は安藤直人が長谷川圭1つポジションを上げていきまして、安藤が14番手、いやここで玉口奥友が1つポジションを上げましたので、14番手15番手のこのポジションの争いがですね、ボーダーライン上の争いが現在は沢口奥友が14番手でこれでクリアという形になりそうなんですが、赤のカラーリングの2台が今バックストレートエンド、4コーナーから立ち上がってきます。残り周回2周の戦いではこのセカちゃんに行くかどうかの戦いもここで行われているわけなんですよね。残り周回戻ってくると1周のファイナルラップへと入っていきます。ダントクリエイトレーシングから参戦石川圭司、最終コーナーから立ち上がってきます。残り周回これで1周ファイナルラップへと入っていきました。2番手吉田弘樹、うわーすごい、その差が1秒2に縮まっていきました。最後の一瞬の戦いです。そして今一校では大バトル団体の戦いが始まりました。岸秀幸がこれで4番手に上がっていったんですけれども、担当も諦めてなければ野崎も諦めてないので、そう、その後ろも今インサイド入ろうとしますが、ここは入りきれない3、4コーナーです。立ち上がってきます。岸秀幸がこれを率いる形に変わりました。4番手争いです。岸がいて、その後ろにピタッとつけて下り 25R 野崎がいます。ヘアピンへとアプローチをしていきます。わあ、それでどうだ、これでヘアピン入れ替わっていきます。野崎を捉えていきますが、うわ、オーバーラインをしてしまった。立ち上がりなんとかコース上とどまっていますけれども、ポジションダウンは1つにとどまりました。最終コーナーから立ち上がりまして、この2グループトップチェッカーは西川圭司、2番手吉田弘樹、3番手には奥野康政、4番手には岸、野崎、そして3頭、そしてファステストを取っていました松村元明が7番手。ボーダーライン上の戦いが今これでチェッカーを受けていきまして、沢口が14番手、15番手には安藤という形になりました。それではスーパー SS クラス予選1と2グループ振り返っていきましょう。トップでチェッカーを受けましたのは石川圭司、2番手には吉田弘樹ということで、 GT ドライバーがワンツー体制となりました。最後の最後は1秒7ぐらいに一度広がった、その差が1秒1まで縮まってきて頑張ったというところもありますけれども、吉田が2番手となっています。3番手には奥野康政が来まして、そして4番手には岸秀幸、5番手には野崎弘樹、6番手に三藤則義、7番手に松村元明、8番手には伊藤秀彦、そして9番手に布目刑事、大野博士は10番手というところで、ここまでがトップ10となっています。ファステストを取りましたのは松村元明、タイムは55秒870を記録していました。以上、スーパー SS クラス予選ヒート2グループでした。